僕は総代の息子なんで、息子さんで、はい、あのお父様が総代をやる。あ、そうなんですよ。だもんで肩代わりをしてる。そうですね、はい、代理みたいな。はい、何とっとん何なんで。いや、昨日その前ってさ土砂降りだったんだって、うん、今日だけこんな晴れてる。ああまたね。そうで忙しくて今日しか来れないっていう、うん、ほんでまた明日大雨っていう本当だったら後ろ桜の木だよね。うん、あと1週間10日後とかやったらめちゃくちゃ綺麗やんね。じゃあ入りますか。あ、はいはい、お再生忘れた。あそこなんだろうな。くそーしゃー、くそーしゃー、くそーしゃー、でん声が。あの右側のこの犬の奥に男の子が座っとるんですよ。男の子が座っとるんですよ。はい、話しかけたんだけど顔も伝えました。神様って感じはしないんだけど、あのここの土地自体が残ってるんですよ、うっすらと神秘が。っていうと、あの神様自体が、まあ、はっきり言いますと、はい、いないんですよここには。と言いますと、あの痕跡自体は残ってる。たまたま今いないのか、あのそれがもう何年か前にもお隠れになったのか。なるほど。悪い言い方をするといないとこいないですよ。ああ、うん、YouTube で本当にないとこいなくて、はい、でこれちょっと心配しちゃったんですよ。いなかったらどうしよう思うなもんで。その時ずっと僕もこの宮神社が大丈夫かなと思って、そういうところでこの桜も連れてきたのかなっていう。土地自体の力もちょっとかなり弱ってる。かなり弱ってる、うん、このまま行けば消えてしまう。神秘も力も力もこのまま行ったら10年ぐらいでなくなってしまう。と言いますと、土地自体はなくならない。これ神社自体はあるけども、はい、神秘 の, あの力がなくなる。あんまりいたずらするぐらいこうやってこの子消滅させようか。ジョブズの今いないけどトラップかけておくか。ジョブズコースのトラップ。さっきこれさーっと走っていなくなってでもここ事故が多いんですよ。あ、そうなんですか。なんでかわかんないんですけど見通しがいいもんで。ここやな。ここが神社の要や中心。3台結果だった。これで安定します。ありがとうございます。誰ですか？総代。そうです、息子さんです。総代の息子さんです。これでここの神社は守られた。守られました。何やった？なんで動画か。誰ですか？総代です。あ、そうです、息子さん。そうです。お賽銭忘れた。子供の頃の気持ちを忘れずに好奇心のままに飛び出すのさ。見た目は大人。